いやー、真白くんいてよかったわ。よかった。真白くんいなかったら多分そのまま入ってたわ。入ってたかな。本当にいいですねって言ったゆずきさん一回入って言ったもん。うん、受け入れてた。危ないよ。リオさんが待って待ってで止めてたけど、ゆずきさん分かりましたって言ってたし。そう、いやだってもう本当に救う方法ないのと思って。でもさすがにその、本当だよ。ただ研究室の内容まで全く入ってこなかった本当に。マジで入ってこん。もうなんかそれどころじゃなくて、うん、はあ、最初聞いた時は頭に入るんだけど、その後かなちゃんが説明する説明で全部抜けていくよね。そう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 。そうやし、新生院次第がどうこうどうこう言われて、あれこれかなちゃん死ぬのではっていうのがこうなんかすごいすごいよぎってきて、そうそう、うん、死ぬのかっていうタイミングで、うん、ここでさよならしようっていうのがもう、うん、もう、うん、あーって全部吹き飛ぶんで、今までの説明とか。そう、あ、ね、俺は今それどころじゃないんかって。ねえ、わかる。これもやった時そんな感じだった。待てよ、その説明だと星積お前死ぬのかみたいなこと聞いたわ。そっか、ハンドアート1の方だったんだ。いや、2だったね。あ、2だったのか。真っ白の立場だったけど、カナお前死ぬのかって言って、カナじゃない、星積お前死ぬのかって。いやー、今回ばかりはダメかと。あ、粘ってよかった。では、そうですね、彼女たちはしばらくお互いに抱き合って、よかったよかったと繰り返していることでしょう。しばしたと、2人はまあ落ち着いたようで、まあ再びあなたたちと話をするでしょうね。うん。あと、それで、で、リナはちょっと混乱してる感じですけど。本当、よかったな。その、どういう状況なんですか？あれだ。リナ、病気だったんだろ。あ、そうですね。雲になっちゃうっていう。あ、そうです。でも、それ俺らで何とかしたからさ。え、嘘。かな、かな？うん。あ、やっぱり。もう、大丈夫。かながそう言うと。信じられないのか、実感が湧かないのか、嬉しさで言葉も出ないのか。リナは口を開けたままポカンとしてますね。うん、リナ。あ、はい。リナ、前に俺に聞いたよな。今どれのことでしょう。もし呪い、解けない呪いにかかったら、リナのこと俺が殺せるかどうかって。そうですね、来ました。俺ただでは死なないし、リナのことも殺さないし、こうやって救ったぞ、リナのこと。はい、そうですね、真白さんはすごい人です。まあ俺だけだったら絶対無理だったけどな。まあそうね、私も頑張ったし、まあ星野くんもそれなりにはやったんじゃない。そうな、それなりかな。何よ、あんたそこは、もっと俺の活躍増やしてもいいんだぜみたいなこと言う立場じゃ、言う場面じゃないの。いや、正直最後の最後まで気づかんかったし、こういう解決策があって。そうなら私が言ってあげるわ。あんたは頑張った。あんたがこれを持ってこなかったらこの結末にはならなかった。あんたのおかげよ、誇りなさい。そっか、まあそこまで言うなら、もう俺は大したやつかもな。あの調子乗りすぎはダメね。よくやったぞーって言いながらバシャ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 。いや、お前に褒められても。
まあでもよくやったんじゃない。うん、そうやな、ほんまによかった。うん、といったあたりで、リナが、じゃあその様子をクスクス笑いながら見てたんですけど、あ、でも、安心したら気が抜けちゃって、少し休んでてもいいですかと言いますね。ここだったら安全なのか、うん、星積。まあ外の雲は入ってこないんじゃないかしら。じゃあここで休んでてもらうか。うん、うん、そうね。あ、この扉は鍵がないと開けられないし、ここなら大丈夫でしょう。じゃあちょっとだけというと、リナは、そのまま瞳を閉じて寝息を立て始めることでしょう。さて、あんたたちこれからどうする？どうするって言われたかな。うん、俺はばあちゃんに頼まれてる。うん、何を？和江さん、和江さんが敵意を向けてきた場合は、うん、人ならざる者は排除しろって言われてる。うん、いや、なんかあのばあちゃんの、あのばばあの話聞いた後だと、なんか私の身としてはそれ結構怖い発言なんだけど。確かに。いや、でも敵意なんてないじゃねえか。うん、まあそうね。じゃああんたは天地和江を排除しに向かうってこと？そうなるな。と、なら私たちもついていくわよ。え、リナをこんな目に遭わせたやつをただで済ますわけにもいかないし。いいのかな、まあ、星君。そうやな、星積さんが行くっていうなら俺もついていくか。うん、そうね。まあ犬みたいについてきなさい。あら、わかりました、ワンワン。飼われちゃったのか。手伝いの一つやろ。まあなんかまんざらでもなさそうだし、いっか、そのままで。まんざらでもないってないね。とは言ったもののよ、まあ、正面から殴りかかっても多分私たち3人とも食い殺されて死ぬわけだけど。あ、うん、これ、うん、岩尾さんの手記に貼ってあったなんか銀色の弾丸みたいな、うん、これがなんか、そうね、まあ、ちょっと待ってよ。ああ、そうか、銀色の弾丸、あ、なんか見た覚えがあると思ったら、確かこの部屋の資料の中にあったような。お、ちょっと探すの手伝ってくれる？お、わかった。では二人とも目星どうぞ。おい、よし、受けてあげましょう、その資料。あ、失敗するか。はい。いや、メガネ外してるから。確かに。メガネ、メガネ。そうですね、この判定なんですけど、達成値によってどれだけ出てくるか変わりまして、情報が、真白くんが技能値の半分で成功してるから2つ出てくるな。やったー、成功したらよかった。ね、銀の弾丸欲しい。天地和江の魔力傾向を分析し尽くして作られたシルバーワレット、その名の通り問題解決の特効薬となりうる。天地和江の体内に入ると炸裂し、その体組織を崩壊させる。打ち込むには拳銃に装填し射撃技能に成功させる必要がある。上記の技能に失敗したとしても銀の弾丸は天地和江の体内に入らない限りは炸裂することはない。一度発砲すると何かに衝突し飛車げ断層に入らなくなるかもしれないが、その機能は失われない。拳等で体内にねじ込む場合はその装甲を上回る力が必要となる。もう一つ、ローの弾丸、被弾した対象を結晶体に閉じ込める銃弾、擬似的なコールドスリープを実現し生命性質の保存が期待される、と書いてありましたね。ローの弾丸、うん、対象を結晶体に、これあんたが持ってたもんじゃないの？あ、俺が裏山で見つけたあの結晶、この弾丸で、じゃあその宇宙吸血鬼が
撃たれて、まあ、それを俺が拾ったってことか。ああ、そういうことでしょうね。なるほどな、うん、そういうからくりがあったのか。まあ、まあ、私の投稿はそんな並大抵の腕じゃ撃ち落とせないと思うんだけど、まあまあってこうなんか苦い顔してまあミサちゃんだしなじゃあこの俺が拾った結晶体のやつって、もしかしたら星泉さんを消そうとしてきたやつらの一人ってことか。多分そうでしょうね。一人というか資格はもともと一人だっただろうから。じゃあもう襲われることもないってことか。まあそういうことになるかしらね。おお、よかったじゃねえか、ひじりあれ俺いや、そこは星泉さんやろ。いや、星泉さんはもう常にずっとよかったよかった状態だよ、もう。そういうことか。うん、なるほどな。で、じゃあ、こっちで、こう、コールドスリープみたいにさせてから、ねじ込んだ方がいいのか。いや、そういうわけじゃない。それは難しいんじゃないかな。普通にねじ込まない。まあ、資料があるだけで実物があるわけじゃないしね。確かに。だからまあ言ってしまえば銀の弾丸を当てるしかない。外れてもまあ一応ワンチャンあるとはいえ、あれの装甲を拳で抜くのはまあなかなか難しいと思う。これとなるとやはり、うん、射撃を命中させる。私たち全員が天地和也を倒し生き残るにはやはりそれしかない。これってさ、うん、ゼロ距離だったらどうなんだ。うん、そもそもそこまで近づくのは相当大変だと思うわよ。そうか。うん、それなら、まだ入り口から撃って当てる確率の方が高いと思うわ。なるほど。まあここまで来たらやるしかないよな。まあ、池崎くんが、今のままでも絶対当ててやるって自信があるならそれでいいんだけど、ないならば何かしら作戦を考えた方がいいかもね。そうだな。まあそれはミサちゃんに教えてもらって打てるようにはなったっちゃなったけど、そう、覚悟だけはあるんだけどな腕がついてこねえからさまあ覚悟で弾が当たれば苦労はしないわね。そうなんだよ。それに関して一個提案があるんやけどさ。なんだ。まあもしできんかったらなしになる話なんやけど、うん、その弾丸を使って星泉さんが撃ち込むっていうのは難しいんかな。いや私は拳銃なんて撃ったことないわよ。いやその指から光線出してたやん。ああエネルギーブラスト。いやでもあれは物を打ち出すのには向いてないから。いやそっか。でもそうね、エネルギーブラストで打ち出すことはできないけれど、放たれた銃弾の軌道をコントロールすることならできるかもしれない。本当か。じゃあただ繊細なコントロールが必要になるから莫大な精神力が必要になると思うけど、ワンチャン廃人になっちゃうわね。そしたらその精神力ってさ、うん、最初言ってたよな、分けられるって。分けられるって。まあできるけど、星野くんにその意思があるなら最初っから俺はずっと手伝うつもりだったから、それくらいなら全然問題ない。と、ならそうね、具体的な作戦としては私と射撃手の、木月くんはできるだけ近くで並んで撃った方がいい。うん。で精神力を分けてもらうためには提供者に触れている必要があるから、あまあその星野くんにはその私の空いてる方の手を握ってもらうみたいな。あ、手握るんか。分かった。まあ別にそうん、そんなあれじゃないけどね、触れてる必要があるから。あ、うん。
ふーん。なんやなんや。なに。そんなじゃないから。はいはないぞ。はい。その考えに至ったあなたたちに、ちょっとしたというか、まあ、システム的な説明を行います。はい、はい、祈りの弾丸射撃士の射撃をカナが制御し、制御に必要な戦士威力を提供者も負担します。この作戦を具体的にどのように処理するかといいますと、射撃士の拳銃射撃、射撃拳銃技能に任意の数値を加えることができます。最大99まで。この任意の数値はカナの精神力パウです。技能ポイントを5点上昇させるにつき、パウが1点永久に失われます。意志の力、心をすり減らす行為です。過度の消耗は廃人化につながるでしょう。しかし、カナはパウ提供の意志がある者からパウを受け取ることができます。これはカナと提供者が触れ合っていれば成立します。もちろん提供者のパウも永久に失われます。これらを考慮した上で、提供者とカナがいくら精神力を支払うのかを決めてください。またこの一撃には意志の力、思いの力を乗せることができます。いや、それらしきパラメータに心当たりがある PL はキーパーへ申し出るように。お、青春ポイント、青春ポイントです。はい、なんかそれらしいパラメータありますか？めっちゃありますね。ちょっと途中から上げるの忘れてたな。はい、あったらちょっと申請してもらえたら助かるんですけど。ちょっと、なんかありました？持ってますね。持ってますね。どこにあります？なんか、左上に SP ってものがありまして、なんかそこに。はい。はい。この SP なんですけど。はい。使えます。わお！ SP1 につき、射撃拳銃にプラス1のボーナスを出しましょう。わお！なんで、合計77のボーナスが乗りまして。初期値が20なので現状 97% で打てます。わお。まあそんな感じね。ただ射撃を制御するためにどれだけのパウを支払わなければいけないかは現状の私でも何とも言えないところだけど、いいの星野君、あなたまで精神をすり減らすことになるかもしれないのよ。別に構わんよ、それくらい。お、なかなかかっこいいことも言えるじゃない。まあな。たまにはね。ひじりはかっこいい男なんだ、よろしく頼む。いや何頼まれてんのかわかんないけど。さて、ではあと何かやりたいことありますか？覚悟が決まったら町風の元に向かうんですけど。じゃあ、リナの、寝てるリナの手をギュッてしてから向かいたいです。うん、いいですよ。じゃあ、なんか、ま、気のせいかもしれませんけど、少し笑ったような気がしますね。リナ、行ってくるからな。お熱いですな。うん、なんか、この二人なんか、何なのかしらね。私知らない間にだいぶできてるわね、あの二人。もうできてるよなこれ。いや、だできてねえよ、できてねえって。私は知らないうちに私の家に勝手に入ってたんでしょ、あの人。勝手に、そうみたいやな。勝手に入ってた。いやリナが、いやミサちゃんだよ、ミサちゃん、きっかけ作りは。ああ、あの人には何も言えねえわ。はい、では向かいますか。行きましょう。はい、はい、ではかなちゃんはここへ移動して、あなたたちは、天地和恵がいる大きな扉の先へと向かう。重たい両開きの扉を開き、三人はその奥へと歩を進める。そこは薄暗く広い空間だった。天井や壁面は特徴的な形態をしており、まるで鍾乳洞のようだ。しかしそこに芸術的な美しさはなく、カタコンベを彷彿とさせる気味の悪さが静まり返った空間を支配している。地面から立ち込めるペトリコールと腐敗臭が入り混じったような匂いが鼻をつく。肌を刺す冷気と恐怖を振り払い、君たちは眼前を見据えるだろう。その中央には人の倍ほどの大きさがある真っ黒な何かがいた。
脈打つ膨れた腹部に卵のような球体がひしめき集まり不気味にうごめく。そして鋭く長い複数の足がその極を支えている。頭部には老婆のような顔が張り付いており、それがおぞましさに拍車をかけていた。天地和恵、星積みからの祖母は巨大な雲の怪物だった。サンチェック、これはさすがに、これはな、怖いよ。ピンチを超えた存在や。あー、失敗する。では2人とも 1D8 点の減少ですね。わあ、でかっ。 4以下。よし、えらいえらい。では星野くんはさ、あのアイディア、アイディア、失敗しろ、頼むぞ、見せ場やぞ、見せ場やぞ。あ、そか、これ失敗せなあかんのか。そうだ、そう、俺はこんなやつ行くぜ。あー、成功。あー、成功した。じゃあそうですね、まあ多分釘付けになってることでしょう。怪物に、目の前の怪物に釘付けになり、そうですね、体が固まって動かない。そんな星野くんの手をきっとカナが握ってくれることでしょう。大丈夫だから落ち着いて。ありがとう。はい、まあ一時的に抑え込めてもいいよ。熱い。そして目の前の怪物天地和恵は体の深部から震え上がらせる低い声を発する。うん、アナのお友達かね。あいにく耳はともかく目が悪くての、顔をよく見せておくれ。ほら、もっと近くに来なさい、と言いますね。なんか呼ばれてるけど行った方がいいんか。いや、多分近づいたらダメだな。食われるよな、多分魔術が。あ、なるほど、使われちまうかもしれねえ。すみません、そっちには行けません。はあ、全く礼儀のなってない坊やたちだ。うん、しかして、うん、なかなか妙な顔立ちをしている。岩尾が余計なことを残したのか、あるいは心を嗅ぎ回ってた星積美沙が君たちにいらぬ入れ知恵でもしたのかな。だがまあどちらでもいい、ここへ来たということは生贄となりに来たのだろ。静香がいなくなってからというもの、人間の逃げはめっきりなくなってろ。久々の地層じゃ。それにちょうど腹が減っていた。そう言うと天地和恵はあなたたちの方へと迫ってきます。戦闘開始。家に何に来たわけねえだろ。デックスは向こうの方が早いんですけど、作戦を決め、フォーメーションを組んでいたあなたたちの方が一発だけ先行で功労ができます。はい。カナは、片手を上げて、その指先を天地和恵の方へと向ける。ねえ。タイミングは、木月くんに任せる。大丈夫。私と星野くんが君を助けるから。落ち着いて狙って。ああ。ここに、すいません。はい。ここで、ここでパウを何点消費するかの、決定が入ります。現状、SP を合わせて77点上がるので97ですね、現状。パウ1消費します。消費する。誰のパウを消費しますか。カナでもいいし、星野くんでもいい。星野です。はい。では星野くんはパウが永久的に1点減りました。はい。ではですね、あなたたち、2人の体から、何やら、そうですね、オーラのようなものが溢れまして、それがカナへと注がれる。これはでもいける。キズキ君、いつでもいいよ、合わせるから。ああ、はい。ではマシロ君は 99% で拳銃の判定を行ってください。100が出たら外れます。 99 CCB 99 CCB 99、射撃だ、祈りの弾丸を放て。いっけー。
OK! よし、ではそれは一瞬だった。銀の弾丸は輝く螺旋の本流に包まれ、美しい軌道を描いて飛んでいく。幾人もの祈りをやらし飛んでいく。そして吸い込まれるように眼前の怪物へと着弾した。くぐもった絶叫が響く。そしてその曲が泡立つような異音とともに歪み膨れ上がる。何を。それ以上言葉は続かなかった。なぜなら膨張した体が破裂し、向こう側が見渡せるようになったからだ。天地風の中心部は空間ごと削り取られるように、初めから何もなかったかのように消失していた。彼女は自分の身に何が起きたのか理解する間もなく、黒い煙となって消えていった。戦闘終了。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。勝ったのよね。ああ、勝ったんだ。勝ったのよね。勝ったぞ。めちゃくちゃあっさりやけど勝ったぞ。はぁーって、じゃあカナはヘロ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 ってなりますね。その体をじゃあそっと支えます、うんうん、勝ったぞーって言って、わー、ちょっと星野くん、私あんたに言いたいことがあるんだけど。え、何？あんたね、精神力2人で負担するって言ったのに、あんただけで代用、あんただけで負担したでしょ。いやだって1人分で良さそうやったし。バカ、そういうこと言ってんじゃないのよ。あんたね、もうちょっとね、自分のことを大切にね、みたいなことをね、くる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 言われます。いいやん、結果的に助かったんやから。そういうこと言ってるとまた次無茶するでしょ。ほら、そういえばさっきも雲の時だって。あれは体が勝手に動いたから、今回に関しても体が勝手に動いた、それいいやろ。うん、次も体が勝手に動くとか言い出すでしょ、あんた。そうやな、全部体が勝手に動くわ。まったく、みたいな感じでくる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 言ってますね。いや、その横で、わーい、わーい。キズキ君って言うと、カナはですね、でっかい方の幾何学模様の鍵をあなたにポンと投げます。うん。うん。迎えに行ってあげなさいな。サンキュー、星積。じゃあ、シッシってされますね。じゃあ、それこそ、サムズアップしていきます。なんかあいつどんどんなんかミサオバー、あのババアミサババアじゃない、ミサオバアちゃんに似てきてちょっと怖いんだけど大丈夫よね。いや、もしかしたらそれこそそのミサさんの呪いみたいに当てられてるんちゃう。いや、あのばあちゃんまで呪いとか出し出したらどうなんの、なんか家族呪いだらけなんだけど。なんか男らしくなるんちゃうかな。ばあちゃんらしくなった結果男らしくなるって何。あー、でもそうか、男らしくなるならあんたも行ってきた方がいいんじゃない。いや、俺はいいよ、だって立ってられへんやろ。ん、え、なんて。いや、星積が立ってられるがちょっと怪しいし。え、何言ってんの、私は、そうね、ならまあせっかくだし背負ってってもらおうかしら。合点承知。いや、よっこいしょって背中に乗りますね。あ、重いとか言ったら殺すから。あー、危な。危なってどういうことですかね。いや、星野くん、星野さん、とても軽うございます。それはそれでなんか煽られてるみたいで腹立つんだけど。みたいなことをギャーギャー言いながらこの二人は地上へと向かうことでしょう。一方その頃、ですね、キズキが、研究室へと戻ると、リナはすでに目を覚ましていたようですね。うん。うん。あ、キズキさん、マシロさん。リナ、ただいま。お帰りなさいでいいんでしょうか。あ、全部、終わらせてきたからな。そうですか。なら、お帰りなさい、マシロさん。悪くないな、これ。え、そうですか。ああ、うん、とりあえず、うん、リナを迎えに来たぜ。はい、そうですね、じゃあ待ってました。
大丈夫か？歩けそうか？うん、大丈夫だと思いますけどって言って、じゃあ立ち上がるんですが、まだちょっと足元がふらついてる感じですかね。よし、じゃあ最初に出会った時のあれやりますか。あれですね。はい、じゃあよっこいしょって、じゃあ彼女もあなたの背中に乗りますね。はい、軽い軽いと。思えばそうですね、あの時が、あの時マシオさんにぶつかってなかったらこんなこと、こんな方はならなかったんですよね。そうかもな。たまには道を走ってみるもんですね。素敵な出会いがありますから。俺もなんか出会った時からいい人生になるなって感じてたぜ。それはちょっと早くないですか。出会った時なんて私こうなんか結構こう無様な感じで突っこけて膝とかすりむいてたと思うんですけど。いや、あの時からリナは可愛かったよ。いや別に可愛いかどうかは聞いてないんですけど、まあでも、まあ、ありがとうございます。真白さんもあの時からかっこよかったですよ。なんか言われたら照れるな。そうでしょう、そうでしょう。うん、こんな感じで、じゃああなたたちも上に向かいますか。はい、向かいます。はい。ではですね、外に続くハッチを開けた。庭は静かでした。銃声や雲が這い回る音も聞こえない。雲の怪物も黒服たちも星積みミサの姿もそこにはなかった。ただあちこちに刻まれた弾痕が今さっきまでここが戦場であったことを教えてくれるようだ。ああ終わったようだね。声のする方に目を向けると、そこには縁側に星積みミサが姿を現したところでした。どうやら家の中にいたようですね。おお、ミサちゃん、うん、終わったぜ。うんうん、やっぱり真白くんを信じてよかった。私たちのような大人が出しゃばるまでもなかったかもしれないね。いや、あの時ミサちゃんが助けてくれなかったら俺どうなってたかわかんねえよ。そうかい。いや、まあ、そう言ってもらえると私も手を貸した甲斐があったね。ところでというと、ミサおばあちゃんは、星住かなと、星野くんの方を見て、そこの二人は友達かいと言います。まあそんな感じですね。カナはあやべって顔します。あ、うん、ああなるほど、あそういうことだったんだね。違和感はあったんだ、ずっとね。ありがとう、あんたがカナを守っててくれたんだろ。そう言うと、ちょっと星積カナは照れくさそうに頭をかいてますね。でリナは嬉しそうにニコッと笑ってます。さて、かな。そう言うと、ミサは、星積みリナに、懐から取り出した封筒を手渡します。岩尾が、かなに残した遺書だよ。ついさっき、この家の中で見つけたんだ。いや、あの子も随分と分かりにくい場所に隠したもんだよ。それが、奥底に秘めていた岩尾の本心かもしれないね。ミサにそう言われ、リナは意を決して封を切る。手紙にはこう書かれていた。カナ、君がこれを読んでいるということは、静かが君を守ったか、運命が君に生きろと告げているのだろう。まずは、カナと静か、君の母さんを救えなかったことを謝りたい。情けない、無力な父親で本当にすまない。死以上の救済を。父さんはついに見つけることができなかった。カナに与えられるべき自由を君に定められた残酷な未来のことを考えてしまい、とうとう教えることができなかった。これを読んでいる君が呪われた宿命から解放されていたのならどんなにいいだろう。ミサおばあちゃん、あるいは君を大切に思う誰かが僕の意志を継いでそれを成し遂げられていたのなら本当に嬉しい。カナ、君が普通の女の子に戻れたのなら、当たり前のように遊んで、当たり前のように学び、当たり前のように恋をしなさい。
自分が好きなことを思うままにやりなさい。自分が好きな人を思うままに愛しなさい。愛される人に愛される自分になりなさい。大切な誰かとどうか幸せに。星積岩尾。父さん。手紙に水滴が落ちてにじむ。星積みにな、いや星積みかなは、絞り出すように泣き父を呼び、涙をこぼした。大事そうに風書を抱きしめ、声を殺すことなく泣いた。この場にいた誰もが彼女の気が済むまでその様子を黙って見ていただろう。言葉にできない娘と父親の本当の別れよ。上空から白い結晶が舞い落ちる。雪だ。星になった両親からのさよならか、怪物だった少女たちの門出を祝うおめでとうか、過酷な運命を打ち滅ぼした君たちに向けたありがとうか。白い花が辺りに咲き誇る。真っ白に染まっていく世界が君たちを祝福し続けていた。ウルフ神話 TRPG 星の吸血鬼にさよならを、これにてシナリオエンドになります。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。さてお二人とも、はい、まもなく12月24日クリスマスイブだ。少年少女たちよ、今年はいい思い出ができそうかい？おおまだちょっと デート誘ってないけど。といったところで、それぞれの探索者のエンディングをロールプレイして物語の締めとさせてもらいます。うわうわはい、ということでちょっと休憩挟むのでやりたいこと考えておいてください。はい、どうしよう。どうしよう。だってもうだってそっち付き合ってるみたいな感じやし。付き合ってないってやりとりがもう感情爆発しろ。爆発してたね全部言おうって言いたいこと全部言おうみたいな感じだったどうすっかな。いやー全員生存したな。よかったな。よかった。危なかった。いろいろ危なかった。危なかった。ね、ピオさんがおばあちゃんに知らせなかったりとかそこすごいと思うんですよ。あの100ファンが止めてくれた。そう、アコ成功してたら、うん、ですね、あのまあ、あの後でエピローグというか、あの感想戦でも話そうと思ってるんですけど、うん、マシロ君 VS 雲5体の戦闘が、あーバン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 よかった。100ファンがしんがりのおばあちゃんがいないので。確かにあなたが戦うことになってましたね。うわー、100ファンが救ってくれたすげえ、ファンブルっていいものなんだな。いい時もあるね、うん、まあでもね、星野くんの100ファンも美味しいところで出してたからいやーすごかったな、うん、2人ともエンディングやりたいこと決まったら始めますよ。エンディングクリスマスイブを。クリスマスイブか、そっか、23に決着ついたんか、うん、そうですね、今23日の夜中ですね。もう日付変わるか変わらないかぐらい、うん、多分この日はもうむちゃくちゃ疲れてるだろうから、うんうんうん約束だけして後日になるかな。いや、みんな途中から SP 上げないから大丈夫かなって思いながらもうなんかエモすぎて上げるの忘れてたね、ちゃんと作中に2人とも約束を結ん、未来の約束を結んでるのすげえなって思いながら見てましたまるで先を知ってるかのように何がってね、あの約束した段階で少女2人とも自分に未来がないと思ってるタイミングで結んでますからね、あれ。うんやってんな。確かにこれからはカナとリナでちゃんと生きていくってことなんだもんな。いや名前ずれるんちゃう、だって本来のカナが帰ってくるからさ。そうなんだよな、だからどうすんだろうと思って。あ、それ聞くつもりやけどな。うん、もうフセッターでもうカナちゃんがカプセルに入りそうです、片足入ってます、誰か助けて助けてってフセッターと大丈夫だ、台本なくてもあのゲーセンのロールプレイができるんだから行きますよゲーセンは行きますねはい、じゃあ再開しましょうか。はいはい、はい、ではエンディング始めていきましょう。はい、どちらから行きたい、やりたいありますか。いや気づきの方がエモそうな感じすんねんな。あら、どっちでもいいですよ。
まあじゃあ先に、うん、行きましょうかね。今どういうシーンがいいですか。もう普通に放課後呼び出して、うん、ゲーセン行く流れに、うん、なるほどね。どこに呼び出すとかあります。あーまあ最初裏庭のところからあの、まあ、ゲーセンに向かって歩いてオッケーオッケー。じゃあ裏山のふもとに行くと、まあ、星出美香奈はあなたを待ってますね。いつも通りですね。もう日常の一部になってるかもしれん。うん、まあそこにじゃあ星野が行く感じで、うん、うん、ああ来たわね。おすみ、うん、うん、ああやっと来たのね。私を待たせるなんていい度胸じゃない。まあ多分俺ぐらいしかできんやろな。違いないわね。まあなんかここで集まんのも慣れたな、うん、まあそうね。といってもまあもう鍵探さない以上これ以上ここら集合する必要もあんまないといえばないんだけど、うん、確かにな。うん、まあ、まあ、じゃあ次から教室から連れ立って出ていくのはちょっとあれだから、ちょっとな、ちょっとあれだからあれだけど、まあ場所は、でもまあでも裏山で集まって2人で移動してたらなんかそれはそれで普通に見られそうな雰囲気もあるんだけど、うん、どちらにせよ怪しいな。じゃあなんかもう時間変えてこうこそっと、うん、まあでもなんかそこまでするのもめんどくさくない。じゃあもうなんか駅前集合とかにしましょうよ次から。それぐらいでいいか。まあ次があったらだけどね。まあそうやな、次あったらっていいか、うん、もしあったらの話だけどね。うん、うん、そうやないかもしれないな。そうね。あそういえばさ、うん、おしずみは、うん、多分カナさんがもうこれから普通の生活に戻れるってことはさ、うん、この学校に来るんかな。ああその話、あああんたあいつから聞いてないの。あうん全然聞いてない。うん、まああいつはなんかそうね、あの子はこれからもリナとして生きるみたいよ。ああなるほど。うん、今頃はあれじゃないの、あんたの相方に勉強を教わってんじゃない。あよろしくやってんのかな。うん、高校編入するってなると結構勉強大変だしね。そっかそっか。うん、なんでも、まあ同じクラスになりたいからって頑張ってるみたいよ。いい感じやな。ちょっとそれは応援しなあかんな。そうね。まあ私としても、あの子が幸せに生きられるならそれに越したことはないしね。そうやな。うん、じゃあ、そっか。これからはずっと星泉かなとして生活するってことか。うんうん、まあそういうことね。返そうと思ったんだけど、まあもうしばらくは借りっぱなしになりそう。うん、いや今後変えることあるん。まあ多分ないとは思うけどね。あの子もそんなことは望まないでしょ。うん、まあこのままでいいんじゃないかな。うん、そうね。私はこのまま、まああんたたちの知る星積みかなとして生きていくわ。了解。まあちょうど追ってもなくなったことだしね。そうよな。そんな偶然あるんかってぐらいな。いや、まあ偶然っていうかこれはもう奇跡でしょ。奇跡、そっか、うん、じゃあ全員が諦めなかったから思いが形になったって感じかな。何あんたたまに臭いこと言うわよね。いやまあ別にそういうの似合わねーって。いや嫌いじゃないだけであって。確かに似合わんと思うけど。まあなんかついそういうことは口走ってしまうというか。まあ昔からの癖やなこれは。うん、何それ変なの。まあ、ゲーセンについたことやし決着つけようや。何あんだけボコボコにされて、まだわからないの。いや次は勝つから。そのセリフも何度目かしらね。じゃあちょっと CCB 対決を、何やります。因縁の対立ですね。うん、じゃあいいわ。まあでもその前に、何かけるか聞いてなかったわね。そうやな。まあそう、ね、勝った方の、まあ、言うこと、まあ、私が負けたらそうね、まああんたらしい、うん、じゃああれよ、メイド服でも着てご主人様とでも言ってあげるわ。なるほど。じゃあ俺は勝った時にじゃあ言わせてもらうかな。うん、いいでしょう。まあそんな未来はないと思うけどね。行くぜ。ほい。71高くないかお前。おっと。
いや、負ける気がせんな。うわー、負けたな。ほらほら、なあんた、あんたまさか三味線弾いてた前回。三味線弾いてたかもな。多分太鼓叩いてなかった俺。いや、そういうことじゃなくて、ギギギギ。いや、勝っちゃったな。あ、まあそうね、まあ偶然でしょ。じゃあそうやな、買ったし一個聞いてもらおうかな。何まあ単純な話かな、うん、何単純にやらしい話でもする気、やめて。いや、そう、単純なやらしい話はせえへん。まあこうやって星住さんと、まあ、遊んだりするのも、うん、なんか悪くないかなって思ったから、うん、まあ、こうやっていろいろ鍵探しとかいろいろ得てな、うん、うん、悪くないなって思ったから、まあ、星住がいいって言うなら、うん、これからもよろしくな。はあ、ね、何よそれ。今の全然あれだけど、賭けになってないような気がするんだけど。まあ、やれやれ、賭けになってないのかな、うん、その程度のこともわざわざ勝負ごとにかっこつけなきゃ言えないわけ。いや、おー、だいぶ勇気振り絞ったんやけどな。そう、まあいいわ。うん、これからもよろしくね。よろしくな。もうさよならするなんか言うなよ。まあそれはあんたの頑張り次第かな。で、終わりです。はーい。一方その頃。はい。ちなみにですね。こういうサブがあったりします。キャー。悲鳴が、悲鳴が。関係ない人から悲鳴が。はい。メイド服も着てもらおっか。おい。エロガッパがいるぞ。悪くないな。はい、一歩その頃。真柴さんはどんな感じのシーンにします？お家で一緒に、うん、お勉強してます。うんうん、どこの家？どっちがいいかな。どっちがいいです？いや、でも体調もまだちょっと万全じゃないかもしれないから、うん、リナの家にします。うんうんうん、もともと予定立ててって感じですかね。うんうん、OK。 じゃあまあ真っ白がアマチの家に行ってピンポンをしますと、はーいって感じで、リナちゃんが出てきますね。はい、リナちゃんが出てきます。今日イブなので、ちょっとへへへんだったですか？ちょっと今すぐ着替えてきますね。ダメ。めちゃかわいいです。なんでそんな片言ってことは、やっぱりそのあんまり似合ってない感じのあれの、やっぱちょっと私なんかクリスマスだからちょっと気合い入れすぎた感じなの。俺な、ま、俺もサンタコス持ってきたから俺も着るわ。よし。ここで脱ぐんですか？ちょっと前の部屋の中に入ってる。はい、じゃあ2人サンタさんの格好で。部屋の中にサンタさんが2人。ええ、うん、とりあえず、まあすぐに勉強とはいかないかもしれないけどさ、うん、ひじりから結構分かりやすいノートとかもらってきたからさ。ああ、そうなんですね。ひじりさんってそんなにお勉強上手なんですか？いや、俺より頭がいいくらい多分。木月さんはどれぐらい？俺は今から勉強すれば秀才学者になれるはずだ。なるほどなるほど。やっぱり私、かなと星野さんに勉強を教わろうかな。ダメ。俺もちゃんと分かるところは分かるから、一緒に復習してほらな、いいじゃないかな。冗談ですよ、真柴先生。悪くないな。ちょっとあれですね、顔見せは完了したのでちょっと着替えてきますね。着替えちゃうのか。よいしょよいしょ、うん、よいしょ、はい、
残念。ちょっとね、差分の数が変わるので。そっか。じゃあ、あれだな。これ、一応この前ミサちゃんにもさ、届けてもらったかと思うんだけど、うん。体調悪くて多分食べれてないだろ？ごめんなさい。いや、だから改めて作ってきたんだよ、オムライス。うん、そうなんですか？実はって言って、じゃあ、リナちゃんも台所からオムライスを。本当は来てから一緒に作ろうと思ったんですけど、練習で作ってちょっと作りすぎちゃって。いや、そう、うん、最初ちょっと一緒に作ろうって提案しようと思ったんだけど、なんかどのタイミングで言ったもんかなと思って、気づいたら家で作ってたんだよな。あ、じゃあ同じような感じですね。ああ、うん、私もちょっとかなりそれ作りすぎでしょってめっちゃ怒られちゃいました。いや、俺大食いだからいけるよ。あ、そうなんですか。本当にいっぱいありますけど大丈夫ですか。おお、もりもり食べるぜ。うん、じゃあって言って、こうオムライスをじゃあ3皿ぐらい持ってきますね。おお、本当にいっぱいだ。うん、ちょっとね、作りすぎちゃって、これでも結構2人で食べたんですけど。あ、じゃあお腹いっぱいか、もしかして。うん、ああ、いえ、後に食べたので。じゃあよかった、うん、いただきますね。あ、じゃあちょっと温めてきますねって感じで、じゃあもらった分はチンしてきますか。はい、うん、じゃあ戻ってきたんですけど、うん、リナはじゃあその手にこうケチャップ持って戻ってきますね。お、やっぱりオムライスなら文字書かなきゃですよね。確かに。俺にも書いてくれよ。うん、うん、いいですよ。なんて書いてほしいですか？リナが今思ってること？私ですか？そうですね。じゃあ、と言って、リナはケチャップで、じゃあそうだね。うん、じゃあ、ありがとうって書きますね。どういたしまして。じゃあそうですね。じゃあ私の持ってるオムライスには、真白さんが今思ってることを書いてもらいましょうか。おあいこです。よし、じゃあありがとう。うん、一緒ですね。いや、まあこれ食べ終わったらちょっとだけでいいから外でね。うん、そうですね、私も体調子だいぶ良くなったので外まで歩けるようになったんですよ。うん、じゃあお散歩マスターの真白さんにおすすめのスポット教えてもらいましょうかね。ああ、って言って、うん、来る途中で見かけたイルミネーションのとこまで連れて行きます。うん、うん、じゃあ連れて行かれますね。ああ、すごいですね。そう、来る途中でさ、ちょっと、うん、結構綺麗なイルミネーション見つけたからリナにも見せたくてさ。うん、うん、スーパーに行くときとかにチラッとは見ますけど、こうやってイルミネーションを見るために歩くなんて最近できてなかった。とっても嬉しいです。連れてきてくれてありがとうございます。もう家の周りとかだけじゃなくて、いろんなとこ行けるようになるんだよな。はい、そうですね。じゃあ今度は真白さんのお家には遊びに行けますね。そうだな、いつでも遊びに来てほしいし、うん、私、お友達のお家に遊びに行ったことって全然ないので、すごい楽しみです。じゃあちょっと部屋めっちゃ綺麗にしとかないとな。そんな別に気にしなくてもいいと思いますけど、私の部屋も結構散らかってますし。いや、あれで散らかってたって言ったら俺んちゴミ屋敷だよ。ここゴミ屋敷なんですか？ちょっとやったら、そうですね、なら私が赤田漬け手伝いに行きましょうか。いや、ちょっとそれは男の子の事情というやつで、俺が片付けます、責任を持って。そうですか。じゃあ、片付いたら向かいますね。あ、リナ、何ですか。これからも俺とさ、いろんな場所でいろんな景色を一緒に見てくれるか？はい、もちろんです。真白さん、これからも私と仲良くしてくださいね。もちろんだ、よろしくな。はい、
ではこれにて星の吸血鬼にさよならを締めたいと思います。それは願いを叶える流れ星。シナリオエンド、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。あー、エモかったな。そうだな、さすがにちょっと告白は早いな。言うて出会って3日か4日だからね。うん。なんかほぼ付き合ってるみたいなやり取りしたけどな。いや、付き合ってないんだって。付き合ってないよ。それで付き合ってないのが不思議なよな。いやもうね、なんかずっとニコニコしてたせいでほっぺがね筋肉痛なんですよ。うわー、エンディング流れてる。歌詞貼りますね。はい、これオッケー、こんなんか見ようかな。まあ、歌詞は今貼ったので、そうですね、晩ご飯終わってからもう一回集まって感想戦やりますか。はい、言いたいこといろいろあるし、はい、あると思うので、はい、あるんで、ありますまとめてきてもろて、ありにあるんで。ありにあると思うんで、あとねこの歌詞見たらマジで泣けるんで、あエンディングをこれ流しとくんで、うんうん、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。